皆さんこんにちは、ドクヘビです。ドクヘビチャンネルをお聴きいただきありがとうございます。毎回、ドクヘビの興味のあること、えー、面白かったこと、びっくりしたことについてお話ししていきます。えー、今回は、クイーンのことよく知らなかったけど、ボヘミアン・ラプソディを見たらすっかりファンになってしまったというお話です。えー、そうですね、ドクヘビ、今40代半ばなんですけれども、 あの全然聞いたことはなくてですね「クイーン」といえばなんとなくひげでランニングの人が歌っているなんかおじさんが歌っているというイメージとあとはですね「あのバイセクルで言ってる」とか「We are the Champion」とかそういうなんか CM とかに使われたような有名な曲のサビだけ聞いたことあるなという感じの印象だったんですよね。 まあ有名な昔のロックバンドだなみたいなそれ以外のそれ以上の情報は何もない感じだったんですけれどもまあ私ドクヘビそんなに音楽に詳しいわけでもなく特にあの洋楽をあんまり聴かないので全然知らなかったんですけれども映画はたまに映画館で見たりするのでたまたま友達とですね映画を見に行ったら。 『のボヘミアン・ラプソデー』の予告が入っていてで何て言うんですかねこう音楽がいっぱい使われてる映画とかミュージカルとか好きなのでこうライブみたいで楽しそうだなとかって思ってそしてまあ「クイーン」ってすごい有名だけどあなんかこの曲聴いたことあるなとかっていうのもあってどんな感じなのかな。なんか面白そうだなと思って まあ見にに行くことにしたんですよねでたまたままた友達と映画を見に行こうって言って「あそうだボヘミアン・ラプソディやってるよね」って言って結構早い段階でですねあの公開からすぐに見に行くことになったんですけれども見てみたらですねこれがもう本当に見終わった感想はですねとにかく音楽がかっこいいという。 まあ本当にね全然よく知らなかったのでななんんてかっっこいいんだっていだうのがあの純粋な感想でしたねそして、まあ、そのクイーンのボーカルのフレディ・マーキュリーっていう人が、まあ、すごくドラマチックに描かれていたのでそのフレディのことをどんな人なのか知りたいなとか思ったりしましたね。で その映画が終わって家に帰ってからも YouTube をですねあの見て「まあ、クイーン」で検索したらすごいいっぱい出てくるんですけど映画の中にもあったすごい有名なあのライブのシーンがあの、まあ、そのまま YouTube でも見れましてあのさっき映画で見てきたその有名なライブのシーンが YouTube でそのままあの本人の映像で見れて。 まクヘビ』はですねその有名なシーンを本人より前に映画の本物じゃないので見たんですけど本当になんか同じような感じで本当にすごい再現度が高いライブシーンだったんですけれどももう映画見終わって感動しててすぐに YouTube で本人の映像を見れたのですごい盛り上がってしまっていやもうそれからですね今2か月くらい経とうとしているんですけれども。 もうずっとですね YouTube であのオフィシャルのクイーンの,あのサイトがあってそれサイトというかそのページがあってその YouTube の中でめっちゃ見てますねそしたらですね有名な曲以外にも素敵な曲がたくさんあるっていうことが分かってまあなんかすごいアップテンポなロックっていう感じの曲のイメージが強かったんですけれども なんかすごいこう切ない感じのとか静かな曲とかもいっぱいあってそして何て言うかロックって感じだけじゃなくてなんかこうねクラシックっぽいとかオペラっぽいっていうんですかねまあ音楽のことよくわかんないんですけどなんかこう荘厳っていうか壮大っていうかまあ本当にいろんな曲があってそしてもう本当にすごい素敵な声だなとかでね PV ととかかももすごい衣装とかも すごい凝っててたりとかしてなん,かもうかっこいいんでもねあの「ボヘミアン・ラプソディ」の PV とかはなんかこう下からライティングしているみんなの4人の顔がねすごい印象的な PV だったりして映画の中でも触れられていますけれどもまあ本当にかっこいい多かったんですよね。でもう本当に映画でざっと見たかっこいい感じと後から追ってみたすごいいろんな。 あのクイーンのすごい歴史を見てですね本当に全然、えー、とクイーンのことをよく知らなかったんだけど「ボヘミアン・ラプソディ」を見たらすっかりファンにやってしまった毒蛇ヘビでしたというお話です。<laughs> なので一緒に見た友達も全然あの知らなかったんですけれどもすごいファンになってであとね毒蛇ヘビ地元でラジオをやってるんですけどその一緒にやってる大学生の男の子も。 初めてその私の番組ででけたらですねすごいかっこいいっていうことになってあの好きになってくれたみたいですしね、えー、本当にあの私の周りでは見たりクイーンに触れた人はですねすごい本当いいよねっていう感じになってるので。 もしです、ね、あのこの映画をまだ見てないとかクイーン別に興味ないとかっていう人もですね、えー、映画自体も音楽が楽しめるシーンが多いですしでその、えー、主人公のフレディのなんかこうドラマっていうかそういう,こう感情の あの描き方もすごい丁寧でちょっと切なくてそしていい映画かなと思うので本当に映画も面白いし音楽もかっこいいしでねあとすごい思ったんですけどメンバーがあの後から見たらすごいみんなそっくりな感じの人がやっててあの本当にそれも面白かったんですけどそのフレディー・アイのメンバーの人もすごい魅力的に描かれていて。 本当にねこれを映画を見るとクイーンのこともフレディのこともあのそしてクイーンの音楽のことも好きになってしまう人がすごい多いんじゃないかなっていうふうな印象を持ちました本当にクイーンって名前は聞いたことある人多いと思うんですけど私みたいにすごい有名なバンドなのに、まあ、別にねって思ってスルーしてる人結構いるかなと思うんですけれどもやっぱりですねあれだけ有名なのには理由があるんだなということが本当によく分かった映画でしたね。 えっと、この映画を見ると「ボヘミアン・ラプソディ」を見ると本当に新しい知らない世界が広がったっていう感じがしたので、えっと、見ようかなどうしようかなって思ってる人は本当にぜひ見た方がいいおすすめの映画だったので、えー、YouTube にアップしてみました、えー、今回のお話は「クイーンのことよく知らなかったけどボヘミアン・ラプソディ」を見てクイーンのファンになってしまったでした はい、いかがでしたでしょうか。えー、毎回このようにですね。ええー、短い時間で聞けるちょっとしたニュースやお役立ち情報をお届けしようと思いますので。これからも空き時間にお聞きいただけると嬉しいです。えー、毒蛇チャンネルをお聞きいただきありがとうございました。では、また。